はい、皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はメタルギアソリッド5行ってみたいと思います。前回ね、エメリッヒ博士がなんかこう亡命しようとしてるのがバレて、ドクロ顔の男にちょっとなんか突き落とされてどっか運ばれていきました。それを救出しに行きたいと思います。場所はどこになるんだ。ここになるのか。こっちだね。逆に行こうとしてしまった。さあ行ってみましょう。もうマーキングされてるね。マーキングされてるならいらないか。マーカーされてるみたいだし、あの黄色の目的地に向かって行きたいと思います。さて、お、まばった、なんかいる。危ない。いきなりこんな何もないところにいるのかよ、お前ら。どういうことだ。しかし優秀だね、後ろに歩いてる男。あっちはあの B ランク。大丈夫かって言ったところに来る。そして捕まえる。そして投げる。そのまま、はい、終了。はい、もう何が起きたか分かんないでしょうね、こいつ。はい、2人確保。いいですね、いい人材が手に入った。もうまさにね、もう道端で見つけてスカウトしたって感じがしますね。手洗いスカウトでしたけど、またなんか基地っぽいのがあるぞ。だって基地ばっかりだね、この辺は。監視所が多いから本当に大変だわ。いるか。あ、いるね。こっちもなんかいるの。あ、こっちも大丈夫だな。とりあえずどうやって行こうかな。あれは。3人か。本当に3人だろうな。ちょっと待って。これやろう。ほらよ。どうだ、なんかいるか。近くにはあいつしかいない。狙えるかな。当たった。ここ。よし、寝てるのにびっくりすると思うんだよね。あの今上がってきたやつ、びっくりしないんかい。もうちょっとだ。そのまま来るんだ。あれ来ない。あれ外した。そしてあとあいつか。この距離で決めれるだろう、あんだけ動いてないなら。ほい、ほい、オッケー、制圧。よいしょ。そう思うと結構ね、こうやって兵士捕まえてるからね。それでもまだ基地に人がいっぱいならないんだよ。こんなによく手荒にね、捕獲してるんだけどね。よし、よし、目に映る人はもう次から次へと捕獲していく。そのぐらいの距離でやってるのにな。お、こんなところに特別。よし、取ってこう。さあ行こう。こっち行け。さあ行くぞ。さあ素早く行こう。あるんで回収、回収、回収する。了解だ。さあいよいよ基地へ潜入したいと思います。エメリッヒ待ってろよ、助けてやるぞ。マーゲット、エメリッヒはその中にいる。そこは敵の本拠地だ、気をつけてくれ。分かってる、分かってるけど、まずは保安所みたいなとこあるね。でなんだあれ、二足歩行兵器。なんだあれ。洞窟にいたのと同型か。実戦配備は目前まで迫っているようだな。いや困ったな、どうやって潜入しよう。いやバレそうだな。うわこっちにもいるし。アナリシスコンプリート。そこ。よし、
あ、なんかまだ来た来た来た、またなんかいる。アナリシス complete。うわー、いる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 。ミリもいるし。アナリシス complete。いるねー。怖い怖い怖い、ヘリどっか行って、ヘリどっか行かないとやりにくいな。あー怖え。こっちだ、こっちがまだ守りが手薄か。アナリシスコンプリート。こいつちょっと置いといたらバレるな。あ、でもヘリいるなぁ。ちょっと待って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 、ヘリめっちゃこっち見てるわ、多分。危ない危ない危ない。このぐらい離れてりゃちょっと打ち上げてもバレないんじゃないの。ほい。大丈夫そうだな。よし。大丈夫だと思うな。今こそ砂嵐とか来てくれりゃいいのにな。なんでこういう時は砂嵐来ないんだ。よし、あいつだ。あー、どうだ、この距離はまだダメ。さあもうそろそろいい距離だぞ。よいしょ、 OK。 もう一丁。よいしょ、 OK。 ヘルメットに当たるからね、難しいね。顔の隙間うまく狙っていかないと。よし、これは、よし、この場を回収する。了解だ。あー、そこにもいるな。監視所いっぱいあるね。アナリシスコンプリート。あいつ B ランクか、欲しい。あいつは欲しいぞ。でもどこにいるんだ、エメリッヒは。あいつはどこ行ったんだ。あー、またなんか来るぞ。二足歩行機。厄介だね。あ、まだいる、あそこにも。アナリシスコンプリート。そう、結構いるじゃねえか。おっと、ヘリだ、ヘリ。ヘリにバレたら一発だ。二足歩行もまずいな。なあ、嫌な予感しかしないもん。でも二足歩行といってもね、あれは後ろに人が乗ってるからね、チャンスがあるんじゃないかな。うう、どうだ。あれ、おっ、倒れてる倒れてる、チャンスじゃん。今度行きましょう。耐えるかな。ここ、よいしょ、っけー。危ねー危ねー危ねー。よし、大丈夫だ。まだバレてない。もういつバレてもいいぐらいのレベルだけどね。広いな、この基地。まだあるの、こんな広いのか。いつももらってこう。もう物のようにもらっていくことにしてるけど。うっそ、シロ、敵の戦闘ヘリだ。伏せていれば敵をやり過ごすことができるはずだ。危ない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 。
あ、真上になんか飛んでるってことだよね今。怖い怖い。待って待って、バレたくないバレたくない。今こんなとこでバレたら早く飛んでってほしいな。うわー、いる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 。めっちゃ見られてる、めっちゃ見られてる。バレるわけにいかない。おーへー、ヘリがめっちゃくちゃこちらを疑ってる。そんな疑わないで、気にせず気にせず、あの、取ってってね。あはは、人が来た、人が来てる。おいっと、おい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 、危ないなこれ。あー、状況だな。よし、とりあえずこちらはもう どっちもちょっと抱えていこう。よし、よしよしよし、危なかった。ほんとシャレになんないわ。毎度思うんだけど、ほんとにまあ不規則にやっぱ動いてきますね。ゲームの方も進化してると思うわ、ね、もっと一定の感じで来ればいいんだけど、いきなりこうはこっち向かって歩いてきたりね、人間何が来るかわからんっていうのをね、こうちょっと表してるみたいな。受け取った、あとは任せ。頑張っていこう。ちょっと何言ってるか自分でもわかんなくなってきたけどね。まだいっぱいいるんだけど。どっかにいる？ヘリはそこにいるよね。おー、ヘリも飛んでるし。わ、コンテナだ、欲しい。欲しいけど取れないね。プルトン回収のレベルがまた低いから。うわぁ、どこ行けばいいんだろう。わかんねえわかんねえ。あのヘリ落とせたらいいのになぁ。どこなんだろう。ターゲット予測範囲。この辺じゃないとダメってこと？あんな奥なの？とりあえず周りから順番に落としていくか。え、待て待て待て、こういうとこで今みたいな雑なプレイするとバレるんだが、もっと慎重に行こう。まずは外側から攻めていこうじゃないか。慌てる必要はないんだ、ゆっくりゆっくり行こう。よし、ヘリが巡回してるのがまず嫌ですね。よしよしよし、いいんじゃない？誰もいない。えっ、おっ、で、ここら辺上がって、いない。ここの施設内じゃないの？怪しいね。思ったより敵。お、開発資料。お、資源がいっぱいじゃないか。アイテムだらけだ。ありがとう。俺に取られるために貯めといたんだね、みんな。ありがとうね。いっぱい取れた。あれ、この上はなんだ。ああ怖いぞ。さあどこだ。結構長いミッションだね。夜にならないかな。夜の方が動きやすそうだ。なんか
あいつ眠らせたいな。待て、いやね、ワンバズる。あったあった、危ない。おっとっとっと、あこにもいる。あいつ優秀だな。 B か、 B ランクめちゃくちゃ持ってるな。あれ欲しいぞ。あの中か、2号2番のなんかこう、よしよし、日没になれば。おっと危ない。おっと気づくんかい、お前その位置から。まずいな、状況が悪いぞ。来るか、来るんなら仕方ない、相手してやろう。あれ外れた。ほい、よーし、 OK。 ふう、夜になったらちょっと動きやすくなるか。あ、ちょっと待って、二足歩行に見られるか。大丈夫、よしよしよし、まだ大丈夫だな。なんで二足歩行止まった。了解、回収する。ケツに当ててやる。2発を取っといたからほんでいいだろう。多分持っといたら、おお、しよしやば、寝た。待って、これなんか光ってたよ。これ何？あ、間違えた。おお、ポスターのソ連兵だって、かっこいいね。よし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 、とりあえずこの中はちょっとやっぱアクティブソナーとか使ってもいないね。何もいないなら安心して物色ができるというもの。あ、またお、何ソ連兵のポスターがいっぱい貼ってあるんだけど、何、なんかこうそういうファンでもいる。あ、いるな、あそこに。お丁寧に光ります。いいね。あ、やばいな、あそこにもいるやん。こいつはなんで気づいてないんだ。堂々と行き過ぎ？危ないかな。受け取った、あとは任せろ。めっちゃ疑われてる。そう、あんなとこにまでいるか。了解、回収する。あいつ慌ててくるな。やっぱり来る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 、危ない。ということはここら辺で待ち伏せするか。回収する。そこ。よし、ちょっとこっち来てね。吐け。喋るんだ。わかった。仲間はどこだ。そうか、じゃあエメリッヒさえわかればもういいわ。お前に用はない。よし、あー正面からまた一人来るな。そう、想像以上に人数いるじゃないか、この施設。おえー、しかし今んとこよくここまで全然バレずにやれてるな俺。了解、まあ、途中ね、あの移動の時になんかこう敵に見つかったのあったから、まあ、前回の続きからやってるんでね、時間の関係で。だからバレてるのは1回カウントされてるかもしんないね。今日のプレイではまだ1回も見つかってないけど。あら、当たんね。あ、やっべ、ちょっとまずい、ちょっとまずいね。しまった。弾薬の補給、この辺りに落とそうか。あいつあっち行ったし、1人なら大丈夫かな。
下げといて、そしてあれってなったところをもらったそしてそのままフェイクでテイあ、もし砂嵐、お、これチャンスじゃん。この砂嵐に乗じれば聞き放題することができる。確かもうね、いる場所聞いたんで、ここか。このままかけそう。 C の場所、C ってことは、この施設でいいのか。見えないしね、何にも。何も見えない。あ、だから見張り立ってたのか。じゃあもうさっさと、さらばかな。何もいないよね。どうだ。何もいない。博士はどこだ。わあ、なんか嫌な予感するぞ。どこだ。誰。スネーク。なんだ。誰。え。あなたじゃないわね。いや。それはただの機械だ。ああ、エメリッヒだ。足壊してんのかな、あんなん使ってるってことは。君は？エメリッヒ博士、スネーク。うわあ、どうして。離してくれ。下ろしてくれ。僕の足を返せ。予定通りだ。そいつをマザーベースへ回収してくれ。よし、行こう。エクストラクション arrived at mother base。 よし、近くに支援ヘリを送る。あとは脱出できるかどうかだな。ランディングゾーンに向かってくれ。分かった、分かったけど、僕が開発したウォーカーヒアリの敵でも、これに特別な機体があるんだ。僕にしか起動できない。そういう方法は教えるよ。エメリッヒは無視しろ。奴の作った兵器など。いや、道のりは長い。奴の言うウォーカーギアを使ったらどうだ。よせ、エメリッヒは信用できん。エボ科学者の鉄くずがまともに動くか。歩くよりマシだ。ボス、ウォーカーギアを使って脱出するんだ。分かった。じゃあこいつか。多分ね、ミラーは多分エメリッヒが、まあ、容疑者、前回のね、9年前の惨劇の、ね、容疑者だから、やっぱりちょっと信用ならんのでしょうね。起動する。取ってくれ。いいぞ。おお、こんなにちょっと。あいつは一人乗りだ。僕は。乗りだ。ほら。あ、ひどい。さて、おお、おお、さあ、雪闇のね、あのガンダムで培ったあの操縦技術を今こそ見せる時が来たのかもしれない。あれ、こいつどうやって乗ればいいんだろう。ソ連軍のために二足歩行兵器を作り、本格実戦導入を待って、ここで機動テストをしていたんだ。あれ、これどうやって。プルトン回収では不確実だ。エメリッヒの歩行装置は停止。歩くこともできない。あんたが直接ヘリまで運ぶしかない。ソ連のために二足歩行兵器を。それが本当なら、サイファーは何のためにそんなこと。え、これ何。乗るのはいいんだよ。乗るのはいいんだけど、こいつをどうやって乗せればいいんだ。あー、連れていけるね。よし、オッケー、これでバッチリだ。何これ、バルーン。逃げるにしてもどっから逃げればいいの。
これ。逃げる場所が分かんない。あー、あれか、こっちでいいのか。ランディングゾーンはどこだ。サポートヘリコプターリクエスティッド。ボス、思い出せ、10年前俺たちはマザーベースに核査察を招き入れた。だが査察団は偽装、正体はサイファーの部隊だった。奴らを基地に入れたのはエメリッヒだ。それ以来ずっとエメリッヒは姿を消していた。奴はサイファーと組んでいたんだ。僕は知らなかった。本当に核査察だと思ってた。元はといえば悪いのはスネークだ。僕たちは核を持つべきじゃなかった。だからマザーベースは破壊されたんだ。眠らせておかないとね、ちょっと移動できない、怖くて。よし、オッケー。これどうだ。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。そろ眠るんじゃない、あいつは。僕はサイファーに脅されてここで研究をさせられていたんだ。ああ、兵器としての二足歩行器だ。9年間ずっと奴らの言いなりに。あと300何十メートルか。あ、待って待って、まだなんかいる。こちら P コード、ランディングゾーンに到着。待機する。サポートヘリコプター has arrived。さて、バレないようにするのは結構難しいね。ほら、エメリッヒ、お前を連れていくぞ。すごい雑な扱いだけどね。さて、バレないかな。結構明かりがあるからね、怖いんですよね。ここまで来て敵にあまり見つかりたくないな。頭の袋を取ってくれ、息ができない。僕を助けに来たんだ。苦しい、スネーク。さて、これで脱出できるんじゃないか。もうだって、でもあそこにいる一人は多分片付けないと難しいな。会えたんだ、スネーク。僕たちは仲間だ。分かった分かった。今、運命を共にする仲間だな。ボス、エメリッヒを忘れるな。そいつを連れて帰るんだ。分かってる分かってる。ちょっと待って、ヘビがね、バレてる。よし、オッケー。これで逃げる算段はできた。よし、早く逃げよう。そしてエメリッヒを回収して、今度こそ脱出だ。あと100何十メートル。もうあいつは寝てる、バッチリだ。もう気にしなくていい。さあらば、さあらば。さあ、今回良かったんじゃないですか。全然バレなかったぞ、敵に。まあね、バッチリだと思います。お、お迎えご苦労。来た来た来た。え、なに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 。え、あいつサヘラントロクス、どうして。あれがエメリッヒやソ連製メタルギア。正解。動くはずがない。博士、貴様はやはり役立たずだ。見ろ、サヘラントロクスはこの通りだ。おお、お前はそこの男と共に死ぬのだ。この日、兵器が直立歩行をした記念すべき日にな。おお
かい兵器だな。ソ連製メタルギア。でっけえ。壊せん。え、これどうすりゃいいの？は？ちょっと。え、逃げろ？どうすりゃいいの？どこ行きゃいいの俺？ちょっと待ってね。ちょっとたまメタルギア、ちょっと待って。あ、しかも二足歩行間違えてき、あのフルトン回収しちゃった。やべ、ダッシュで逃げなきゃ。大丈夫。この辺はね、雪闇の方が得意だよ。こういうのは。さっさっさと避けながら。いや、なんでこんなこういう音楽流れるの？怖い。あ、全然余裕じゃん。行こう。馬いるじゃん。よし。大丈夫だ。もう全然平気じゃん。行こう。早く。よし。こちらピーコード。何度もするな。そのままやり過ごせ。救助機を頼む。よし。ヘリを下ろす。着陸後、速やかに登場。わかった。エメリヒを忘れるな。大丈夫。怖い。よし乗せた。よし、いいだろ。危ないよ、暴いよ。危なかった。おお、何、うわっ、分かった。どこだ、いた。あ、変なの浮いてる。うわー、ちょっとヘリに乗ったら助かるんじゃなかったのか。違うのか。雪闇の射撃能力甘く見るんじゃねえぞ。メタルギアが壊れろ。どうだ、いた。おお、爆発した。え、フェスオッケーなのかな。よし、オッケー。ふう、エミリヒも回収。勝ったな。何、ソ連製のメタルギアあっさり壊れたけど。特別型二足歩行兵器、霊長類になぞらえるならサヘラントロプス。僕なしで完成するはずがない。話はこっちで聞こう。さあ、なんとかね、振り切ってメタルギアもぶっ壊して、とりあえず帰還だこれで。いやー、どうなることかと思った。なんかもっとあっさり逃げられるもんだと思ってたのに、最後にまさかあんなもん来ると思わなかったわ。びっくりした。よし、なかなかいろんなものがアップしていくぞ。開発条件もいっぱいクリアできたし。ミッション完了。ノーリトライは仕方ないですね。前回の続きからやってるんで、まぁ、ちょっと失敗したところあって、まぁ、やり直しもしてるんで、まぁ、ちょっとこういう形になってます。いやー、2回に分けた、このエメリッヒ博士救出大作戦。苦しかったですね。2回目はバッチリだったんですけどね。2回目っていうか、今回の、前回じゃなくてパート2に当たる、今回は全く敵に見つかることなくやれたんですけど、まあ前回の分が引きずってたんで、まあ今回この B ランクになってます。あー、大変だった。英雄度も結構上がってきたね。さあ、どういうお話になるんだろうね。どうして僕を疑う？僕だけを仲間だろう。
そいつはどうなんだ。ミラーは9年前サイファーに接触してた。奴らと組んでたんだろう。スネーク、裏切り者はそいつだ。それはなんだ、また自白剤か。もっと強力な自白剤だ。あ、やめろ。僕をここに置いてくれ。僕を守ってくれ。ふん。ああ、どっちが本当のこと言ってんだろうね。わかんないね。どうして。お前だけだからだ。なぜ僕が。もうミラーがお怒りですよ。お前だけが。え、何も失っていない。頼む、やめて。自白剤が効かない。代謝酵素を増やすような手術をしているのか、それとも特殊な遺伝子治療を受けているのか。なんて言ってる。6時間前から変わらない。9年前、格差殺が偽物とは知らなかった。その後はサイファーに研究を強いられていた。奴は黒か白か。黒だと思うが、証拠がない。でもミラーってやっぱり冷静なのかな。わかんないね。すごい怒り浸透な感じはあるのに、証拠なしで裁判はできない。やっぱ証拠がやっぱないからクソって感じでいますね。みんなにはまだ言うな。部屋から出さず研究を続けさせる。奴のためだ。古いスタッフは奴を許さない。外に出せば命の保証はない。まあ疑われてるならそうだろうな。やつは気になることを話した。アフガンでの研究が中止になった理由だが、資金が中部アフリカに流れたからだと。サイファーは新しい研究をアフリカで。アフリカ？何の研究だ。エメリッヒは詳細を知らん。だがまともなことも言っていた。サヘラントロプスだけでは RMA にならない。アフリカで作られているのはそれを完全にするメタルギアを超える兵器だと。そんなものを作ってるのか。既存の核兵器じゃないってことか。さあ、いよいよね、ストーリーの方どんどん進んできました。メタルギアを破壊しましたけれども、なんかアフリカで、なんかそのメタルギアを超えるような兵器を作っているという話になってました。ね、今日はこのぐらいにしたいと思います。時間も結構経ちましたんでね。次回また、頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。